2018年7月から放送開始予定の TV アニメ角原翔の管理人さんより第2弾 PV が公開。合わせて放送情報、追加キャスト、キャラクタービジュアル、オープニングテーマを歌うアーティストが発表となった。2018年7月から放送開始予定の TV アニメ角原翔の管理人さんより第2弾 PV が公開。合わせて放送情報、追加キャスト、キャラクタービジュアル、オープニングテーマを歌うアーティストが発表となった。角原翔の管理人さんは漫画4コマパレットはじめ人社で猫梅さんが連載中の同名4コマ漫画のアニメ化作品。学生寮角原翔に入寮した主人公椎名亜希が天然でいたずら好きな管理人春原彩香や彩香の妹春原奈々たち年上の女性たちに可愛がられてしまう年の差骨シュタラブコメディ。2017年11月に発売された単行本第3巻の発売記念 PV にて TV アニメ化が発表されていた。総監督はプリズマイリアの大沼慎さん、監督は正峰くんのリベンジの湊美希さん、シリーズ構成は下文彦さん、キャラクターデザインは平田克也さん、音楽は川田るかさん、アニメーション制作はプリズマイリアやブレイブウィッチーズなどを手掛けたシルバーリンク。アーリアル2018夏アニメ。今回公開された第2弾 PV は母性あふれる管理人さんと戸惑う亜希を中心に賑やかな生徒会メンバーたちも登場する映像に仕上がっている。放送は7月5日より @X 東京 MX BS11 にてスタート。さらに D アニメストアでの先行配信も決まった。そして追加キャストとして内藤一護役を長妻樹里さんが、小園今井子役を中島愛さんが演じることも発表されている。内藤一護 CV 長妻樹里、奈々と同じ高校に通う JK ちょっとエッチで年下の男の子が大好き。小園今井子 CV 中島愛、奈々と同じ高校に通う JK、明るく元気で年下の男の子が大好き。その他オープニングテーマが決定。 TV アニメマクロス F のランカリー役など多数の作品に出演し、第3回声優アワードで歌唱賞を受賞した実力派声優中島愛さんのニューシングル「ビッタースイートハーモニー」で KZ が作詞作曲編曲する。作品情報、 TV アニメ角原翔の管理人さん、放送情報@X、7月5日より毎週木曜21時東京 MX、 7月5日より毎週木曜22時30分 BS11 対7月5日より毎週木曜23時。配信情報、 D アニメストアにて先行配信決定。スタッフ、原作猫梅、漫画4コマパレット1、人社感想監督大沼慎監督、湊美希助監督、井上圭介シリーズ構成下文彦。そこで秋を待っていたのは天然でいたずら好き那須野原翔の管理人さん春原彩香に心も体も可愛がられる毎日だった。さらに他の同居人も全員年上の女の子でヘリップ、癒しとドキドキがたっぷりでついつい管理人さんに甘えたくなっちゃう年の差骨シュタラブコメ決定版。商品情報、中島愛ビッタースイートハーモニー TV アニメ角原翔の管理人さん、オープニングテーマ発売日2018年8月1日作詞作曲編曲 KZ、 価格1300円、税別 VTCL 35,285。角原版 M 猫梅はじめ人社角原翔の管理人さん制作委員会、内藤一護 CV 長妻樹里、小園今井子 CV 中島愛。